次にハリネズミ来てるしね。あ、じゃあもうそのまま。ゴンボレ。走り回るって回し車。部屋に出したら。で、まっすぐ歩くんですか。はい。ま、右に右に、そこの子は右。右。傾いて右に走っていくわけじゃないですよね。一応まっすぐだけ右側には走ってます、ね。右側には走ってます。おしっこは心配だよね。そうですか。そうそう。水分が漏れちゃうと多いんだよね。まあでもこれも腎臓病でも大変飲むし、ステロイド使ってても大変になるしダブルできてるかもしれないし、難しいですね。難しいね。で、自力で食べるのはさすがにここほどは食べてないんで、最初ほどはちょっと出てる。まあでも 4.8kg で、うんちが3回ぐらい。先生やめましょうか。だいぶ頭がいい。今戻ってるから。抗生症療法だけやらさせてもらいます。全体だと頭ね、頭と右側。頭ちょっと持ち上げて、持ち上げて、はい、いいんですよ、取る。3分でいいです、はい、ちゃんと食べて、はい、神経症状がね、進んでなければ、まあ、ちょっとずつ改善してくれればね、2月2日も行ってきたら、はい、いいんですけどさ、そこはちょっと来れないので、あ、本当、それで3日でもいいですよ、はい、3日にしましょうか、はい、3日の金曜日で、3日まで薬があるんですか、ね、いつも26に出した薬ってさ、どこから飲ませました？20。そう。
その3日の日に見れれば間に合う、大丈夫、間に合うときは薬に入れてありますね。はい、わかりました。で、ステロイドはさ、今後まあまあだったら量取れますんで、ね、今 0.54 に入れてますんでね、2日に。はい、じゃあ、ちょっと失礼します。ちょっと待って、まず上から。はい、じゃあ持って。まあ、おしっこがまあきれいに取れたらまたおしっこしてられますね、次回ね。お水だけでも飲んでるんですね。飲んでます、すごい。水分取ってます、うん、スープが吐き出したら、水をよく飲んで、飲んでます、うん、いいですか。はい、いいよ。はい、ね、まあ、ちょっとお水しっかり飲ませてください。おしっこの癖でちゃうけどもし慢性腎臓病があって、その水量が制限されると脱水しやすいから、ね、おしっこは出ちゃうけど水糖分が少ないとね、脱水していっちゃうんで、ね、はい、腎臓にとってもよろしくないんで。はい、じゃあこれね、また観察して押してくださいね。はい、じゃあすいません、お願いします。